皆さんおはようございます。速科塾の久保です。今日は学習用の音声をお届けします。テーマは、究極のビジネス、マインドセットというプログラムです。えー、今日もですね、朝から、まあ、私のコンサルを受けに、えー、何人の,かの方がね、来てくださいました。その中で大事なことをお話したんですけども、非常にですね、理解できるビジネスのマインドセットの重要性についてシェアしましたんで、ここでももう一回ですね、皆さんにお伝えしておこうと思います。しっかりとメモしておいてください。 えー、項目はですね8つあります1つ目は、やる気を維持するために全力を尽くしてくださいということです。2つ目、現在使えるものはすべてを使ってくださいで。3つ目、失敗を受け入れてください。4つ目は、感情に振り回されないでください。5つ目は、実際に成果を出している人から学んでください。で次が邪魔を徹底的に排除するということです。 で後半はですねちょっと大事になってくるんですけども全てはテストであることを理解してくださいで毎日トレーニングしてスキルを磨いてくださいというのが8つ目です1つずつ解説していきます1、えー、番目にねお話したのはやる気を維持するために全力を尽くすということなんですけども,もうほとんど99%以上の人が成功しない理由っていうのは単なるやる気だと思いますであなたもそう思った方がいいですやる気があれば必ずうまくいきます もうやる気があればですね、ビジネスなんてのは行くんですよ、成功にたどり着くんですよ。諦めなければ夢は叶うという言葉がありますけれども、諦めていなければ常に成功に1ミリずつでもいいから向かってるわけなんですよね。その途中でやめてしまうから達成できないんですよ。その諦める大きな要因の一つがやる気、モチベーションになってきますと、結果がいつまでたっても出ないとかえ、しんどい、めんどくさい、こういった要因によりやる気がなくなってしまうんですよ。やらざるを得ない状況に陥ると、人はみんな結果を出します。 ダイエットででもも英会話でもスキルの取得何でもそうなんですけどもやる気に満ち溢れていればいつかは成功するわけなんですよなのでやる気を維持するために全力を尽くしてほしいと思います例えば友人と一緒にやる疲れたら音楽を聴く休憩をしっかり挟んでコンディションを測る何度も夢を自分の夢を再確認する恋人にしっかり愛して励ましてもらうということですよね何でもいいわけなんですよ何でもいいので本気でやる気を維持することに えー、尽力して欲していいと思います多くの人はテクニックですとかノウハウとか知識にフォーカスしがちですが一番大事なのはそれを学ぶために高めるためのやる気なんですよ気持ちなんですよこのマインドセットですこのやる気さえコントロールできるようになれば私はどんな分野でも成功できると、えー、確信していますその行動自体が楽しい没頭できるいやいやでもできるスキル何でもいいんでこのやる気を高めることにフォーカスしてください、えー、そのためにはですねやるるる気ををコントロールできる環境を整えることと 自分の目的を優先順位をはっきりとさせることです。これが一番目にお伝えすることになります。よろしいでしょうか。ではですね、現在使えるものは全て使うという二つ目のセクションのことをお話し,します。現在身の回りにある全てのものは、えー、マインドセットを持ってですね、全部使えるんだと思ってください。例えば、実家暮らしであれば、無理やりですね、一人暮らしを始める必要はないです。無理に自分を追い込む必要はないです。 で無理やり家にお金を入れなくても稼ぎまくってから一気に何十万も入れればいいでしょう人脈もそうですね、えー、もう自分がたまたま今持っている友人関係恋人メンター何でもいいんですけどもフルに活用してください遠慮しないでください自分が持っているスキルもフルに活用してくださいもう何でもいいんですよ自分が今できることがあったらそのできることでつながる人とさらに深くつながっていくんですよ そして今の時代でしたら自分の得意なことを動画で撮ってそれをマーケティングに生かしてくださいとにかく発信するネタにどんどんしていくんですよ手元にある本とかテレビとか全部売り払ってですねお金に変えてみたり 自分が使えるものそして使えるマインドセットを総動員して自分のビジネスに当ててくださいあこの人はうまくいってるなと思ったらその人を十分活用するんですよその人にしっかりとお金を払ってですねそしてその分きちんとしたスキルを伝えてもらってください全力でもう出し惜しみなく全てを枯らしてビジネスを行ってくださいということです3番目は失敗を受け入れるということです失敗は成功のもとという言葉をもっとかみしめてもらいたいんですよ まあ私が思うに多くの人が行動できない大きな理由として失敗することを恐れていることが挙げられます。もしくは失敗していることを受け入れられないことが挙げられます。まあ、例えば自分の失敗で状況が悪くなっているお客さんが来ない売り上げが上がらないのに自分の失敗だと思っていないんですよ。自分はできているけど他の人ができていないから自分はそれにつられてできていなくなってるんだというやつですよね。 要するに失敗はしたくない失敗を認めたくないというわけなんですけども事実認識ですよね自分は失敗したくなければ行動はできません行動したとしても失敗を認められなければ改善が見られないんですよ失敗した時に初めて改善ができるんですよ失敗を認めなければ改善しないんですよこの失敗の付き合い方っていうのはね非常に重要ですすべてはテストなんですよすべては体験なんですよトレーニングなんです失敗もトレーニングなんですよ大いに失敗してそれを認めて 次のアクションを起こしてください。え、なんでね、うまくいかないかと、2パターンに分かれるんですよ。もう成功がよくて失敗が悪い。この考え方を捨てる必要があるんですよ。成功も失敗も、単なる結果です。成功したものは続ければいいだけ、失敗したものは改善すればいい。ただそれだけなんですけども、ここになんと感情が絡んでくるんですよね。周りから白い目で見られたくないとか、失敗を受け入れるのは恥ずかしいとか、邪魔が入ってくるんですよ。 もう恥ずかかかかしいいいららそここの場から逃げたたとでですすねもう,こういった感情です失敗は恥ずべきことではないですし多く失敗してください多く転び方を覚えてください多くうまくいかない方法を覚えてくださいそのつもりでどんどん転びながら修正していく生き方を覚えてください周りの目が気になるのも分かるんですけども多く失敗した人間ほど強くなれると信じてむしろ失敗を喜べるような悲しみを受け入れるようなそういう人間になってほしいと思いますそうすれば行動がガンガンできます 失敗することでやる気を下げてしまえば行動したくなくなるのですよやる気の話にもつながるんですけども失敗してもやる気を下げないように生きてくださいそのために最大限の工夫を現在使えるものを全て使って行ってくださいはい、えー、一旦ここで音声を切ります次にまたお会いしましょう